こんにちは、春風ツアーです。今回はカジュミエシュ・ドゥルニーにあります中央広場をご紹介します。まずポーランドの場所ですが、この地図で言いますとヨーロッパの中のほぼ中央、赤い六角形で囲んだ場所がポーランドです。そしてカジュミエシュ・ドゥルニーはポーランドの中では東側に寄った場所ですね。下の方の赤い丸です。上の方のちょっとだけ東に寄った赤い丸は首都ワルシャワです。今回はカジミエシュ・ドゥルニーの中央広場。カジミエシュ・ドゥルニーというのは非常に小さな村なんですが、14世紀当時その時の大王、王様であるカジミエシュ3世、カジミエシュ大王が居城を構えていたこともあって、そこからカジミエシュ・ドゥルニーという名前がつきました。この中央広場はカジミエシュ・ドゥルニーの中では一番賑やかな場所です。14世紀に建てられた木造教会ですとか、あとは17世紀頃に建てられたテネメントハウス、共同住宅ですね。今でいうアパートとかマンションのようなものです。そういったものが建っています。また広場の中央には古い井戸があり、その広場を囲むように建てられた建物にはカフェやレストラン、さまざまなショップ、お土産物屋さんなどが軒を連ねています。今回はカジュミエシュ・ドゥルニーの中央広場をご紹介いたしました。